12月22日、茅町商店街で、法被姿の園児たちが火災予防を呼びかけました。これは可愛い園児たちと一緒に商店街に訪れた買い物客や店舗の皆さんへ火災予防を呼びかけて、市民に防火を意識してもらおうと松山中央消防署が企画したイベントです。この日、三崎地区内の幼稚園と保育園に通う園児たちおよそ100人が商店街を大きな掛け声でパレードしました。パレードの後は商店街の各店舗へ防火啓発のチラシなどを配りました。はい、ありがとう。12月も押し迫ってきますと火災の件数も多くなりますので、やはりそういう人通りの多いところで火災予防運動をすると効果的なのではなかろうかというところで、はい、始めました。やはり園児たちが法被を着て、火の用心を啓発してくれると、やはり道行く人たちも興味を持って見ていただいてくれてますので、そういうところから火災予防運動を効果的に、また継続して行っていきたいと思います。また住宅火災では高齢者の方がの住宅から火災が発生しているのが約半分ぐらいありますので、高齢者の方も今後火災予防に気をつけていただきたいと思います。カンカンって鳴らすところが楽しかった。頑張ってよかったかも。頑張ってよかった。ちょっと火の用心なんか楽しくなってきた。疲れた。大きい声出すの、カチンカチンするとこがしんどかったです。楽しかった。すごかった。マッチとかなんか言うのがすごかった。カチカチするとこが閉会式では松山中央消防署へ園児たちが作った火の用心という文字にメッセージを描いた防火パネルの贈呈が行われました。感謝状。みんなが一生懸命作りました。火事には気をつけてください。今日はありがとう。どうぞ。はい、ありがとう。ありがとう。はい、そして園児たちには感謝状が贈られました。また防火パネルは阿弥陀神社南東信号交差点の中野鍼灸院前にて1月10日まで展示される予定です。